北九州魅力ミュージアム。今回は北九州市立高等学校ダンス部。ナビゲーターはトギーさん。さあ今日は北九州市立高等学校のダンス部をご紹介します。こちらのダンス部はストリートダンスを主体としたスタイルで、国内外のさまざまな大会に挑戦し多くの実績を残しています。また社会貢献もしており、その業績から北九州市民文化賞を受賞しました。こんにちは。こんにちは。いつもどれぐらい練習してるの？平日は放課後の4時半からだいたい8時までしてます。4時間ぐらい。はい。ストレッチと筋トレと あとアイソレーションというリズムの練習をしたりしてます。このやつ？こちらのダンス部は1999年に同好会としてスタートし、2年後ダンス部に昇格。当時としては珍しい高校ダンス部の先駆けでした。現在は部員数42名、指導しているのは尾形先生です。もうこの部は本当にいろんな大会で優勝経験も多くて、入部希望者が多いと聞きましたけど。ああそうですね。おかげさまでちょっと年を追うごとに生徒は増えてますね。指導するにあたって心がけていることありますか？まあ、学校あっての活動だと思うんですよ。まあ、生活面とか学習面とかも手を抜かないようにということでやってます。まあ、もし欠点を取ったらそのなんかイベントとか大会ちょっと出さないよ。マジですか？欠点取ったらイベント出れない？そういうこともやってます。文武両道を心がけているダンス部、その練習にトギーさんも参加してみました。ワンツーフォーファイブシックスセブンエイト。しかし若い人の動きにはそうそうついていけず、早くもヨレヨレ。見栄を張った一言が悲しい。よかったよね。はい。最後に今年の目標を聞きました。まず3月に新人戦という1年生だけが出る大会があるんですけど、その後に日本ダンス大会という大きな大会があって、2年生全員で出るつもりなので、いい結果が残せたらいいなと思ってます。